吉川光雄、吉川光雄、吉川光雄、1988年4月6日隊は、福岡県福岡市東区出身のプロ野球選手、投手。左投げ左打。北海道日本ハムファイターズ所属。1988年に、福岡県で生まれる、東区のカシ井第三中学校時代に所属していた、ボーイズリーグで、全国大会3位まで勝ち進む。 県内の高校からの誘いもあったが、受校の末に、高陵高等学校へ進学する。高陵では入学当初から期待されて2年生の春から背番号1をつける。制な難で四死球を出すことが多かったが素材は高く評価され、同野球部監督の中井哲之は、吉川について入学当初からこういう子がプロに行くのだろうなと思ったと後に雑誌のインタビューで言っている。 甲子園出場経験はなく、3年生での全国高等学校野球選手権広島大会では、1学年下の,の野村祐介、小林誠治らを擁して優勝候補に挙げられたが、準決勝で請求を乱し井上春力のいた、ストック高等学校に敗れている。9月25日の2006年度高校生、ドラフト会議にて、田中正宏の交渉権獲得に失敗した。 北海道日本ハムファイターズから外れ一巡目として、指名を受けた。5月17日に初めて一軍に昇格し、同日の東北楽天ゴールデンイーグルス戦、東京ドームに中継でプロ初登板。6月8日の東京ヤクルトスワローズ戦でプロ初、勝利。この試合は、雷雨で、降雨コールドゲームとなったため、雷王子と呼ばれた。また、この試合のヒーローインタビューは、 ベンチ内で行われた。その後、八木智也、金村暁が故障で離脱したことで、その穴を埋める形で先発ローテーションに定着し4勝。2007年の日本シリーズでも、高卒新人としては、中村大成、稲尾和久、堀内常夫石井和久以来となる先発登板した。は、開幕から先発ローテーションに入ったものの、7試合で2勝4敗。 防御率6.23と調子の上がらないまませ、パコー流戦前に登録抹消、そのまま一軍に戻ることはなかった。も開幕を憎んで迎える。7月7日に、年上の鹿衛生士と結婚。9月に一軍昇格すると、投球回数を上回る、脱参進数を記録したものの、シーズン未勝利に終わる。も4月に登板した試合で炎上し、 当時のチームメイトだったダルビッシュ有にツイッターで名指しで批判された。その後、9月以降は中継ぎとして登板して、4試合4回、2、3を、失点0に抑えるなど、復活の兆しを見せた。は、開幕を2軍で迎える。5月末に昇格したものの最小失点で抑えた。試合でも、打線の援護がないなどの不運も重なって3年連続の、 シーズン未勝利に終わった。一方、二軍では、後頭を続け、イースタンリーグ投手四冠王に輝いた。は、開幕から、先発ローテーション入りし、4月1日の埼玉西武ライオンズ戦では黒星を喫したが8回1、失点と後頭を見せ、4月8日の千葉ロッテマリーンズ戦では1438日ぶりの勝利を挙げた。交流戦では、 宇都美哲也と並ぶトップタイの4勝を挙げ、防御率1.42と安定した内容で、セパ交流戦優秀選手賞、パシフィックリーグを受賞した。なお6月5日の広島東洋カープ戦では3回に、東で明広の頭部に当てき研究による退場処分を受けた。8月11日の西部戦では、新人以来5年ぶりとなる完封勝利を、自身初の無死球で飾ると、 次の登板である8月17日のロッテ戦では、自身初の2桁勝利をマークした。最終的には、リーグ2位の14勝を挙げ、自身初のタイトルとなる最優秀防御率を獲得し、パリーグ MVP に選ばれ、チームの優勝の原動力となるなど、前年までの不振をすべて払拭したシーズンとなった。しかし、巨人との対戦となった、日本シリーズでは一転して、 肘の痛みと変化の請求に苦しみ、第1戦、第5戦と先発するが、レギュラーシーズンで3本塁打だったジョン・ウォーカーに、両試合ともに本塁打を打たれ、いずれも敗戦投手になった。は、チームトップの160.1回イニングを投げ2年続けて、先発ローテーションを守るも7勝止まりで、黒星もリーグワーストの15敗を喫した。は、自身初となる。 開幕投手に指名されたものの、4試合で3敗と、打ち込まれ2軍降格、シーズン初勝利は5月までずれ込んだ。この年は、若手の上沢直行や中村雅良のローテ定着も、あってはず3勝に止まり、規定投球回にも到達しなかったが、クライマックスシリーズでは福岡ソフトバンクホークス、戦に登板し6回3失点で、勝利投手となった。 開幕から勝ち星を重ねるなど好調で7月16日に第1回 WBSC プレミア12の日本代表第1次候補選手に選出されたことが発表された。8月28日のソフトバンク戦では5回1、3を1失点の高騰で3年ぶりの2桁勝利を挙げた。最終的に11勝8敗、防御率3.84。 は8月まで先発ローテーションを守っていたが不調でに群落ちした。その後抑えのマーティンが不傷離脱したことでリリーフへ転向し、プロ初セーブ27試合で7勝6敗 3S 防御率4.19クライマックスシリーズも日本シリーズでも投板しなかった。2016年11月2日に大田康氏示せ久雲勝彦との交換トレードで 石川慎吾と共に、読売ジャイアンツへ移籍し、同日に、巨人、日本ハム両球団より発表された。これまで使用していた背番号34は、金田正一の永久欠番のため使用できず、21となった。チームには、同性の吉川大育がおり、またルーキーで吉川直樹が入団したことから、スコアボードなどでは、吉川光と表記される。は、開幕から、 先発ローテーションに入ったが、4月13日の広島東洋カープ戦に先発すると1回1、3を投げて4失点と乱調で、4月17日に1、軍登録を抹消された。5月24日に1軍登録されると、同日の阪神タイガース戦では5回に、阪神の鳥谷隆に対して、頭部、顔面の右側部分へのデッドボールを起こして負傷させ、 自身二度目の危険級退場となった。その後は、先発で、勝ち星がないまま、中継ぎへと回り7月に、左肩痛のために軍落ちした。一軍最昇格後の9月13日の阪神戦、甲子園で先発し6回無失点で赤発白星をマークした。シーズンでは12試合の登板で1勝3敗、防御率5.87を記録した。も開幕から、 先発ローテーションに入りし、4月25日の中日ドラゴンズ戦に先発5回に失点してシーズン初勝利を挙げ、セリーグ全6球団から白帽子を挙げた。また、この試合では巨人は63年ぶりに1試合20得点を入れた。シーズンでは先発と中継ぎを兼任し6勝を記録した。は、背番号を47に変更し、 左のセットアッパーとして期待されたが9試合で防御率9.95と散々な成績に終わる。巨人での最後の登板となった6月5日の楽天戦では同点の8回裏に登板したが1球もストライクが取れず死球を与え即降板となった。2019年6月26日に鍵谷洋平、藤岡高弘との交換トレードで宇佐美慎吾と共に 北海道日本ハムファイターズに移籍し、同日に日本ハム巨人領球団より発表された。これは令和における日本プロ野球初のトレードによる移籍だった。背番号は交換相手の藤岡が着用していた56となった。オーバースローから平均球速約時速 144km、最速時速 152km のストレートトラックサのあるスライダー。 パワーカーブとも呼ばれるが、本人は、スライダーと認識している、縦に割れるカーブを投げ分け、稀に、フォーク、チェンジアップも混ぜる。ストレートを、生命線としており、打者のタイミングを崩すことで取れる、脱三振を重視するよりも、ボールの勢いでファウルを取れるような強いボールを投げる、ことを意識しているという。2011年までは、通算予視休率4.70と、 請求難に苦しんでいたが、2012年には、予支給率2.33と改善。請求難を気にしすぎるあまりに無駄な支給を出して、崩れるパターンが多かったが、2012年に監督に就任した栗山秀樹から、オープン戦終了時に、吉川は、いい投手だから、厳しく行く。一年間は褒めない。今年ダメだったら、自分がユニホームを脱がせるなど、 厳しい刃をかけられたほか、フォアボールは出しても良いから思いっきり腕を振って投げろ、という言葉を実践することでその持ち前の球威がつき、死球を出しても別にいいと開き直ることを抑えることで、身についた自信が請求力改善の要因になったと語っている。打者としては、バントの技術が非常に高い。8月11日の広島東洋カップ戦では、延長10回に代打として起用され、 送りバントを成功させた。投手が代打として起用されたのは、ジャイアンツでは、桑田ダ・マスミ以来16年ぶり。ドラフト指名後の記者会見で、目標とする選手を聞かれ、金本さんと、ニ岡さんと、福原さん、3人とも、広陵高校の OB を足して2で割った選手と答え、翌日の新聞で記者に、とぼけているとのニュアンスで報道された。真意は、 三人の力を三で割るよりも二で割ったくらいの力を合わせ持つ選手になりたいで、吉川なりの高い志が込められていた。ゲーマーを自称しており、キャンプの持ち物にはゲームソフトを必需品としているという、チームメイト内で貴重面と言われる坂木原亮に自分よりも貴重面と言われた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。